高橋刑事の嫁の旦那、イク。一時期こいつは今のが急かもと思った自分が情けない。メジャーで頑張れ高橋 W。 ヤクルト倒せって、もう倒れてるからその応援やめて。昨日高梨首言うてたやつ、もちろん高橋も首なんやろな。高橋刑事はまあこんなもんよ。高橋いつもマウンドで顔真っ赤に大量に汗かいてんな。カツオに枠譲ってくれ。かわいいかわいい高橋くんは次も先発です。こいつ三振取れんくなったな。高橋も気の毒だよな。外野守備に足引っ張られまくって、接種さえなければまだまだ粘れて5回3失点くらいでゲームは作れたかもしれないのに。高橋刑事と奥川は課題評価。マジで野手に転向した方がいい。投手なんて初めから育てる気がないんだから、ドラフトで得るなよ。高橋のランナーは全部返してええぞ。どうすんの高津これ。オールボールで置きに行ったの打たれるパターンずっとやってんな。高津も来年は正念場だな。高津そろそろ観念してくれ。高橋のランナーだけを見事に返して防御率ぶっ壊したな。ご視聴ありがとうございました。